ヘフナーのレーパーバーン500の5番というアコースティックベースをご紹介します。こちらはですね、一般的にサトクリフベースって言われ方もしていますが、ビートルズがですね、デビュー前にベーシストとして雇っていたのがスチュワート・サトクリフという男なんですけれども、その人がビートルズのステージで使っていたのがこのタイプのベースだということで復刻されました。ビートルズ入った時にですね、うまくなかったらしいんですけども、それで、スチュワート・サトクリフはクビになりまして、その代わりポール・マッカートニーが、ベースで、弾いた、それがバイオリンベースだったということで、それからずっとビートルズのベーシストはポール・マッカートニーということになりましたが、こちらはその前身であるビートルズの初代のベーシストと言っていいんでしょうか、サトクリフが使っていたものと同タイプということになります。かなり希少な、非常にレアな存在なんですけれども、注文してから2年かかってやっと入荷いたしました。今2021年の2月末ですけれども、この時点でですね、市場に出てるのは日本ではこの1本のみっていうことになりますので、ぜひ、お試しいただきたいと思います。レーパーバーンベースという言われ方をしますけども、レーパーバーンというのはそのビートルズ最初にですね回っていたハンブルグのある都市の名前を取ってレーパーバーンというふうに名付けられたベースですけれども、全体的にですね、バイオリンベースよりも大きいんですけれども、重量はなんと 2.6 キロということで、非常に軽いです。スケールはですね、バイオリンベースと一緒にショートスケールですので、非常にこう短いスケールになります。ボディは17インチの大きさありますが、持っていてそんなに大きさを感じないですね。こういうところがちゃんと膝に収まりますので、持った感じ非常に楽です。ボディの厚さは多少ありますけれども、こちらも収まりのいい感じになりますです。細かく見ていきますとですね、ヘッドのフラワーヘッドストックっていう、ヘフナーの昔のロゴにですね、フラワーインレイが入って非常にゴージャスな作りになっているということです。特徴でありますゼロフレットですね、こういったものも入っているということです。ピックアップはシングルコイルが2個ということになります。ヘフナー、これ共通なんですけれども、知らない方もいらっしゃると思いますのでご説明をいたしますと、ボリューム、これは2つともボリュームですね、こちらがフロントのピックアップのボリューム、こちらがリアのピックアップのボリュームというふうになります。で、それぞれのピックアップのオンオフスイッチはここのベースオン、トレブルオンという名前がついてますけども、こちらのこっち側に引っ張ると、ベースがオン。こっち側にトレブルのピックアップこうやると、これでトレブルオンになりますね。両方オンにしてということになりますと。でトーンがありませんが、こちらのですね、リズムとソロっていうスイッチ、これがトーンコントロールの代わりになります。今ソロっていうモードで弾いてます。こちらがリズム、トーンコントロールっていうのはこの2種ってことになりますね。あとはフロントピックアップとリアのピックアップのブレンドで、音を作っていく、そんな感じになります。こちらのベースですけれども、ヴィンテージとは違うところが、新しいアイデアが盛り込まれたところもありましてですね、アジャスタブルのトラスロッドも入ってますので、ネックの反りとか、こちらの方も調整できるようになってます。そして、バックの木目もですね、かなり綺麗なタイガーストライプが対照的に入っているというところで、あとネックの方ですね、こちらの方も虎が入っている綺麗なベースになります。Thank you.
弾いてもかなり弾きやすいですし、ルックスもかなり見ていて飽きのこない、ゴージャスな作りになってます。ぜひお試しください。